さあ、では入っていきますか。島星隊長に試験の結果を報告しましょう。どうやらのたれ演じにせずに済むようだな。祝福する。ありがとうございます。試験は合格。カスタードポーチはそのまま使うがいい。それにしても感心した。異端な君を試すため無理難題を出したのにこなすとはな。授与する。調査隊の制服だ。お、いよいよか。昨夜泊まった宿舎にて着替え、本部3階にある団長室に急げ。調査隊としての最初任務だ。制服を着用し団長に挨拶せよ。なるほど、いよいよ団長さんか。よーし。とりあえずね、宿舎1階行って着替えて、お着替えして団長に挨拶しに行くっていう流れだよね。さてと、おー、なんか一気にぽくなったね。でいいのかな。とりあえず結構多そうだね。あ、変わる。ポピーレッドにしようかな。よーし。すごいよな、この時代でカラコンつけてるって。新しいな。さあ、着替わってきました。調査隊の制服、丈もぴったりですごく似合っています。ありがとうございます。隊長があなたのためにあつらえさせたかのようですね。着替えたか。着替えました。昨日提供した部屋だが今後も使うといい。こちらも使え。おお、なんか一気にぽくなってきましたね。団長に挨拶せよ。さあ、いよいよ3階に行くことが許されるってことですよね。よろしくお願いします。で、3階ですよね。いろいろね、見てみたい感はあるんだけど。おお、イブさんいる。サザンカさん、小雨さん、トシさん、中吉さん、よし、行っちゃいますか。おお、団長さんですかね。待ちかねたぞ。銀河団団長電木である。お前がライラだな。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。礼儀は知ってるようだな。時空の裂け目から落ちてきたことを含めおおよその話は聞いている。さて、どれほどのものか確かめさせてもらうぞ。立ち会え。立ち向かう。ぶつかる。立ち向かう。
血気盛んである。相撲はまだまだか、見どころありそうだな。空から落ちてきたお前を不気味だと思う者もいるだろう。人によっては災いを招くものと考える迷信深い者もいるやもしれぬ。だが入団試験に合格したんだ。お前が面用のやつでも寿村の仲間として受け入れよう。ありがとうございます。銀河団の仕事に集金しポケモン図鑑を完成せよ。ライラ、ポケモンとは恐ろしい生き物。心して調査に励め。さあ、メイン任務入団試験達成です。ありがとうございます。団長に認められたな。君の銀河団団員としてのランクはゼロ星となる。なるほど。調査隊員として活躍すれば君のランクも上がる。団員ランクも上げるにはポケモン図鑑の完成度を上げましょう。ポケモン図鑑がもう関わってるんだ。そして図鑑の完成度を上げることは全てのポケモンと出会えという君の使命を達成することにつながるんです。これも与える。クラフトに必要なレシピだ。お、来ましたね、ついに。モンスターボールのレシピ、大事。モングリの実と玉石か。3000円だ、材料買うといい。ありがとうございます。そう、クラフト名人の君に命じる。クラフト名人なんだ。ライラにクラフトを指導せよ。はい、シャンボシ隊長。では先輩として、クラフトというのは手作業で作るということです。雑貨屋でも道具を買えますが、自給自足の精神が大事なんです。私たち調査隊が一番使うモンスターボールも作れますよ。この技術すごいですよね。さあ、クラフト屋に行きましょう。行きましょう。さあ、メイン任務クラフト習得。またガイドを出しておきますか。あれ、話しかけられないのかな。もう一回行きましょう。呉服屋のシャロンと申します。この度は入団おめでとうございます。ありがとうございます。博士に頼まれていた着替えです。どうぞお受け取りくださいませ。村にはいろいろなお店がございます。よろしければ足を運んでくださいませ。クラフト屋はこっちです。行きますか。村でクラフトをするならクラフト屋さんのクラフト台です。これがクラフト台か。今回は私が材料をあげますね。いわゆる合格祝いです。ありがとうございます。隊長からいただいたお金は服とか買うのに使うといいですよ。クラフト台で作る道具、モンスターボールを選んでください。さあ、クラフトで道具を作る。寿村やベースキャンプにあるクラフト台を利用すればベースキャンプにもあるんだ。モンスターボールなどの道具を作れます。クラフトにはレシピと材料が必要です。でクラフトでモンスターボール選んで20あるね。これ20作っちゃっていいのかな。やっちゃいますか。よしよし。さあ、クラフト習得達成ですね。初めてのクラフトですのに見事なモンスターボールですね。前にも説明しましたが、ポケモンには小さくなるという不思議な能力が備わっています。その能力を生かしてポケモンを捕まえるのがモンスターボールなんです。そして捕まえたポケモンを記録するのがポケモン図鑑です。さあどうぞ。お、いよいよか。いよいよなのか。お、ポケモン図鑑やった。さあ、ポケモン図鑑、ポケモンの調査結果をまとめた冊子。冊子か。新しいポケモンを報告するたびにラベン博士がページを増やしていく。いいね。
なるほどね、タスクとかあるんだ。これ大事だわ。君のために用意したもんです。すべてのポケモンと出会えという使命を果たすのに役立ててください。ありがとうございます。図鑑を完成するには図鑑タスクをこなさないと。私も調査隊としてポケモン調査に励みます。お互い頑張りましょう。それでは図鑑タスクの説明をするんです。ギアベースに行きましょう。行きましょう。さあ、図鑑タスクで調査開始。なあ、聞こえていたんだが、原野ベースに行くならついでに俺の依頼も聞いてくれないか。どうぞ。俺見張りだろ、持ち場を離れてるとまずいから。本部の前で待ってるよ。さあ、サブ任務を引き受ける。頼み事を待ってる人にはサブ任務のアイコンが表示されます。引き受けて解決すれば報酬がもらえてお得です。まあこういうのはでもやってった方がいいよね。ケムッソをしてるかも。してますよ、ケムッソさん。ラメン博士が話していたんだ。ポケモンは戦ったりして経験を得ると進化と呼ばれる姿形が変わって強くなる現象を起こすんだと。ポケモンの進化。一部のポケモンは進化して姿と能力を変化します。ポケモンが進化条件を満たすとポーチ画面で進化を選べるようになります。選んでって感じなんだ。俺は自分の手でケムッソを育て進化させたい。おお、いいじゃないですか。君調査隊だろ、もしケムッソを捕まえたら俺に譲ってくれないか。わかりました。お礼も用意するからさ、ケムッソの捕獲頼んだぜ。さあ、進化するケムッソ。あ、これダブルガイドしちゃっていいのかな。浮気されちゃうかな。の結構あるんだね、依頼。結構ありそうだね。とりあえず自由に動けるようになったら受けてこっか。今ちょっとやることありそうなんで一旦向かっちゃおうかな。よし、ということで図鑑のタスクの説明の方に変えました。どっかタイミング見つけてやりたいよね、依頼サブの方も。よし、黒曜の弦行きましょう。さて、ライラ君、ポケモン図鑑を完成するには図鑑タスクをこなす必要があります。ポケモン図鑑を見ればタスクを確認できますよ。さあ、図鑑タスク、これさっき見ましたね。書いてあるのマジでありがたいね。 ZL ボタンでポケモンに注目したまま図鑑開くと。なるほど、便利な。その機能、ポケモン捕まえたり戦ったり。図鑑タスクをこなすことで研究ポイントを貯めるんです。ライラ、大事なことを教えます。野生のポケモンに襲われたら回避してください。回避？何それ、回避？私の動きをよく見て真似できるようにしてください。え、何するんだろう。おお、今の流れるように美しく華麗な動きが回避です。素早く回避すればポケモンの技も避けられます。ポケモンの技は強烈です。何度も攻撃されると気絶しますから。そうか、ポケモンがやられるとかじゃなくて自分がやられるケースも考えられるか。私、コリンクの電気ショックを浴びて気絶して警備隊の方に助けてもらいました。大丈夫です、私が先輩としていろいろ教えますから。頼もしいね。よし、やりますか。で、これで回避ね。 Y ボタン。結構がっつり飛び込むんだね。調査隊クネンです。 ZL でポケモンに注目したまま下ボタンで図鑑を開くと。
図鑑タスクをすぐに確認できます。ミッパの図鑑タスクには捕まえた数というのがありますね。捕まえた数もあるんだ。そう、1匹捕まえて終わりではなく2匹4匹とどんどん捕まえてください。なるほど。ポケモンと戦うんでしたら、シャボシ隊長、X 切り替えの教え、ポケモンの入ったボールと道具。どっちを投げるのか切り替えましょう。早速試してみてください。私は先で待っていますから。わかりました。頑張ります。まあ、出てこればさ、ケムッソさんも捕まえたいよね。ちょっと待って、待ってね。見つかったかな？大丈夫か？とりあえずね、日の嵐のタスクが結構ありそうなので、電光石火見た数とか、火の粉見た数とかあるんで、とりあえず、弱らせて戦うみたいなサイクルを作っていこうかな。よし。ミッパさんは捕まえよう。おい、転がる。うわー、マジか。それはやばい、それはやばい、それはまずい、それはまずい。そんなにダメージ受けると思わなかった。ボール投げちゃおう。てか転がる使えるのね。よし、ありがとうございます。重いサイズ捕まえた数、重いサイズを捕まえた数。ちょっと見てみよっか、ビッパさん。あ、重いサイズ、なんかちょっと差があるんだ、ビッパさんごとに。そういうことかな、これ。捕まえた数25まであるんだけど。マジか、頑張らねばな、これ。でもあれっすよね、素材とかも欲しいよね。だったら見えねえ。見えんのだが。はい、様子が変わってる。じゃあもう投げちゃいます。よくその位置で当てられたな。とりあえず、翔ちゃんのとこ行きますか。お、なんか、どなたかが立ってますね。もう一度、調査隊行く隊です。確認できますね。ムックルの図鑑タスクを見てください。ムックルの、ムックルさん。行っちゃった。止まった。見つからずに捕獲というのがあります。そういうのあるんだ。試験でも教えたように、草むらに隠れて捕まえるといいですよ。あ、捕まえ方とかもあるんだ。私はあちらで待っていますので、いくつかタスクをこなしてみてくださいね。わかりました。頑張ります。まあ、とりあえず捕まえまくればいいよね、今んとこ。こんにちは。銀河ダインさん。元気なポケモンほど捕まえにくい。この辺は一緒かな？従来のポケモンと。よし、ちょっとやってみようか。本当なんかたくましい声してるよね。主人公。もう一回当てられるかな。転がる怖いんだよな。お、大丈夫そうだ。じゃあもう投げちゃいます。とりあえず技どんどん使ってこう。技のタスクもあったんで。ひなれさん、よし、ありがとうございます。話すとかあるんだ。お、かわいい、かわいい。おお、やる気十分だね。えば、危な。よかった。
で、見つからずに捕まえた数っていうのが20まであるんだ。これ同時にこなしたいね、捕まえた数と。それなら。じゃあ、即投げの方がいいんですかね、そう考えると。はい。よーし。これいける？大円筒。あー、ダメか。あの位置結構むずくないか。もうちょいなんか近づけそうなポイントないか。こういう上とかさ。いけるか。はい。よーし。オッケーオッケー。ありがとうございます。で、オレンの実でしたかね、これ。取っとこう。よし、ありがとうございます。お、コリンクさんもいるね。その前にって思ったけど、ちょっと距離あるか。じゃあ、コリンクさん行っちゃおう。ほい。あれ当たってない、もしかして。しまったー。これもう戦うか。さあ電光石か、電光石か。でボール投げます。よーし。結構いるね。ボノもいるのか。どこまでいけるこれ。結構いける。どうだ。ああマジか。戦うか。でこれ分かってくるとさ、めちゃめちゃ面白いね、このシステム。イエローゾーン一発で行くようになったね。よーし、オッケーオッケー。あー、あれを取りたいな。よろしくお願いします。あざーす。結構ね、なんかコリンクさんっぽい鳴き声とムックルさんっぽい鳴き声するんだよね。ああ、まだいる。とりあえず、なんかあんま離れすぎるとあれなんで、一回、翔ちゃんとこ行こっか。そう、道のりで出会ったりしたら、積極的に捕まえていく方向で。なんか取れそうなものも、できるだけ取っていこう。ボングイの実、嬉しい。お、いるね。この辺の子たちは捕まえたいな。待ってね、ミッパさんってさ、倒した数もあるんだ。この感じのタスクだったら戦ってもらってまた見えんのだが、戦ってもらってからの
捕獲の方がいいかもしれないね。料理できそう、さすが。転がる強い、やられた。すまん、ヒノらしい。すまねえ。クリンクさん出すか。で、どうしようかな。電光石火。とりあえず1回。転がる大丈夫、2発目だから威力高いかな。よし、捕まえよう。うわ、マジで、マジで。まさかまさかの。よし、オッケーオッケー。で、そうだな、どうしようかな。あのビッパさんだけ捕まえるか。え、ブイゼルさんいる。行きたいな、向こうも。よし、オッケー。これは特にアイテムとかでもないのか。相棒のポケモン壊してもらう。わかりました。こっから玉石か。なるほどですよ。じゃあ頼んだぜ、ミッパさん。玉石大事だね、そう考えると。できるだけ欲しいわ。この辺りですとブイゼルというポケモンがいます。いますね。先に行っちゃったわ。コリンクのように気性が荒くて技を出してくるから要注意です。捕まえるなら戦いを仕掛けてください。わかりました。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。